センスの2号です。こちら芯が焼けてますね。実はあちらもこちらも結構ですね、今日吊る上げしながら、これはですね一番北側のですねひとみちゃんなんですけど、結構数えるのが嫌になるぐらい焼けてました。おそらくこの原因はなんですけど、今日11時ぐらいにカーテンをここを透かした時の透かした量がですねちょっと気持ち広かったんですよね。ああちょっと気にならない程度な冷気が上から落ちてきてるかなーなんて思ったらこれですね。はい、多分これは何日か前の20度の時に焼けたんじゃなくて、多分今日焼けたんです。ということで今後はですねいろいろ考えたんですけど、カーテンは本当最初ちょっと透かしてですね、透かした時にですね暖房機の送風機を回します。今までずっとサボってましたけど、で回して循環させて、まあ10分以上5分10分経ったらですねもうちょい透かす、温度を見ながら35度ぐらいに落っこちるように透かすと、まあ多分10センチぐらい開ければ結構下がりますね。そしてそれと同時にですね、湿度 70% 以上確保するために通路に水を流します。はい、それでやればですねこうはならなかったんじゃないかと思ってますね。そしてですねこうなって、もしここの芯がですね完全にいじけちゃった場合はですね、こちら側の側紙を伸ばす、はい、モグラネズミ被害みたく根っこをかっ切られたわけではないんで、はい、前向きに行きましょう。はい、何本もありますけど、これでも生き残ってれば伸びていくんですけど、完全にこれいじけちゃってるとここで止まっちゃいますんで、そしたら側紙を伸ばすと。そしてですね、軸から折れてしまった、はい、軸が折れてしまった、あそこに枯れてるやつありますけどこの枯れたやつもですね根っこをかっ切られたわけじゃないんです。はい、前向きに行きましょう。実はですねこのようにですね、はい、取れてますかね、こっからですね芽が出てきてますんで、これを生かしましょう。即死ですけど、はい、そしてやると。だからちょっと手間かかりますけど、でこれ結構ひとみちゃんまだちっちゃいんですけど、もう他がつる上げしちゃってますんで、どん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 ですねつる上げしてですね、先ほど言ったような感じでやっていきたいと思います。はい、皆さん本日お疲れ様でした。気をつけて帰ってください。早めにライトつけてくださいね。はい、ということで最初はピーヨピーヨじゃんけんパー、じゃまた、ちくしょー。